シンジーは名古屋工業大学で開発された歌声合成技術及び同技術を応用したボーカルシンセサイザー。メロディーのデータと歌詞を入力することにより歌声を合成できる。名古屋工業大学にて開発、メンテナンスが続けられている歌声合成ソフトウェア。オープンソースで公開されているスタンドアロン版とウェブサイトで公開されているオンライン版の2種類がある。 合成技術に HMM を採用しており、少ないメモリでも動作するのが特徴。2016年12月には、ディープニューラルネットワークを用いた日本語ライブラリー、F00HJDNN ベータがオンライン版でのみ公開され、AI 歌唱ソフトとしても使用できるようになった。メロディーと歌詞の入力データには、ミュージッククスムルという XML ベースの楽譜データを用いる。 現行では3種類の女性の日本語音声と、1種類の女性と1種類の男性の英語音声、1種類の女性の中国語音声に対応している。公式サイト上でシステムを公開しており、誰でも無料で利用可能。サーバーの負荷軽減のため、曲長は HMM 版で最大7分、DNN 版で5分に制限されている。 ソースフォージにて Linux 版のソースコードが公開されている。利用にはビルドが必要。修正 BSD ライセンスで公開されている。ライセンスに従うことで、ライブラリーとしてたソフトウェアに組み込むことも可能。オンライン版とは異なり、DNN による歌声合成には対応していない。ありがとうございます。